秘密基地大作戦。イエイ。武田和成です。吉田幸太郎です。よろしくお願いします。よしよし。今日はね、あのネタをあんまり仕込んできてない、うん、っていうか、あの忘れてた。なんかね、あったなんかニュースあったんだよ。このニュース話そうかなと思ったのあったんだけど、それ後でメモっとこうって思って、なんだっけな、あのニュースなんだっけ、あったの。後でメモるってなかなか言えない。そうなんだよ。この時にメモるあれがなくて、家で持ってなくて、ちょっとの間だったら大丈夫だろう。そう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 。でなんかこうやんなきゃいけないことがわってきて、そうで、ね、やってる間に、あ、さっきのなんだっけな、あれなんだっけ、ってなって分かんなかった。分かりますよ。なんかニュースはあるじゃん。でもなんかちょっと痛ましいニュースの話をあんまここで喋ってもっていうところで、そうですね。ちょっとまあでも、せっかくこの何、紙を使わない、ペーパーを使わないシステムなので、はい、時期の話、季節があった話をすればしたいかなと。今ちょうどね、いや、そうですね、これ多分今2号が、あの音がきっとあのリアルに伝わってると思います、ね、聞こえてると思うんだけど、ね、多分ノイズ的な感じで聞こえてると思うんで、2号が今来てて、台風さん、うん、はい、の話をしようと思うんだけど、おお、タイムリーな、そうそう、なんか台風ってさ、まあ、1号、2号、3号あるじゃん、うん、1号って俺あんま会ったことない。毎年でも間違いなく連番で発生はしてて、だからちょっと3号とか4号とかじゃない、会場で消えちゃうやつが、ね、多分多いんですよね。気象情報をさ、逐一チェックしてない限りさ、ニュース、天気予報で出てこないと知らないじゃん。で、あの予報になるのはこう日本におそらく届くであろうものしかやっぱり影響がないやつはさ、例えばもう南の方で生まれてすぐ発生しましたがっていう、沖縄の方で届く前に消えちゃいましたとかも1号で、うん、そうですね。1号出会ったことない気がするんだけど、生まれてこなかった、生まれて40年、確かに7、8、9とか、うん、そうそうそう、12、13、14、あ、そう、その辺は多いよね。なんか来る、でも別に気象、あ、でもあれか、1号が発生するの多分早い時期、そうだな、5月とかなんか風向きとかが、うん、あの後の方がちょっと変わって、うん、なんか届きやすくなってる、そなんか何、あの気圧の高い低いでさ、ああの、それでなんか進路を予測するじゃん、台風の。そうです、ね。それで多分こっち来やすいのが、あの、うん、番号はあったり。そうそうそう。2号って結構俺だからレアだと思う。確かに。でもこの今、その温暖化とかで変わった時に、うんうん、もしかしたら計らずも1号に出会ってしまう。あれだって別に規模のは、ヘクトパスカルは関係ない。その大きさと関係ない、番号と関係ないですよね。あのアメリカとかは、うん、名前をつけてるじゃないですか。ハリケーン、あれ、じゃあハリケーンは名前がついてるけど、台風はなんかね、今年はどこの国がつけるみたいなのがあるんだよ、毎年名前ついてるんだよ。でもあの天気予報で発表するあれがない、調べたら出る、そんな興味ないから調べたことないけど、なんか日本語の名前がついてる年もあったはず、たかしみたいな。あったはず、なんか台風たかし芸人みたいじゃないですか。台風たかしちょっとあれだよ。でもなんかあるはず、14号は何とか15号は何とかみたいな、ああ調べたら出る、その勝手につけてるんですね、一応。そう、勝手につけてる。え、発表されてる、各国がってことは、まあ、名前の感じもじゃあ分かんないけど、でも毎回違うんだ。そう、なんか今年はこういうコンセプト、テーマというかお題が決まってる、あ、感じで名前がついてたはず。なんかあれですよね、アメリカもなんか あんまり女性名ばっかりじゃなくてみたいな、うん、なんかそういうことも言ってた気がしますね。そう、なんかね、あった気がする。ハリケーン、ジョン。すごいなんかありきたりの名前を。たかしと同じ。台風たかし。台風たかしはちょっと良くない。たかしとただしといたら分かんなくなっちゃう。あ、13号と14号は似てるから、13号たかしだから14号たかしだみたいなことになってきちゃう。達也とカズヤとか。それ双子の台風です。双子の台風。
確か俺さ、9月誕生日でさ、はい、俺の誕生日、どっかで俺多分話したんだけど、ああ、聞いたことあるかも。俺の誕生日前後って、大体台風が来る。そうですね、そうです。大体15号から18号の間がよく来る。誕生日付近。誕生日付近に。だからこの時期、この時期2号なんだって、あそう、なんか思った。6月、だから5月末か、まあ、6月頭ぐらいが1号、2号の時期。僕が7月で、じゃあ僕がこう5、6とかし、まさしく7とか、うん、ちょうどでもほら梅雨明けたぐらいからさ、うん、あの台風、梅雨は明けたけどなんか雨降るぞっていうのは台風次来るっていうのは 10号とか8号、9号で考えれば土の誕生日全部、うん、で8月なんだとがちょっと晴れが多くて9月末台風が来て、うん、13号とか。なるほどね。終わっちゃったタイプだし。まあ、うん、まあ、その今はこの家の作りがもう結構しっかりしてるから、うん、そんなにこう対策を打たなければみたいなって、うん、建築技術が、ね、建築技術が今言えなかった。建築技術が発達してるんで、ちょっと免震とかその台風にもは、うん、まあ、強くこうなってる。なってるよね。木造でこう台風対策みたいなこの板をこう窓枠の上にこうかける、うんうんうん、あれがもうついてるじゃないですか。そう、ついてる、ついてる。ああいう僕は実家でもそういう対策を、うん、してたないことないから。雪が大変なんじゃない土の。ああ、うちはそもそも1階が高いんで。うんうん、あ、そっかそっか。あんまりこの寒冷地仕様。雪かき、その雪が埋まってはあんまりないんですけど。うん、あ、でもやっぱりその家によっては行きますね。台風対策っていうものをやったことがないんですよね。あの実家とかそういうところも。うちおばあちゃん家が、母方のおばあちゃん家が実家から近いんだけど、はもうあのザ日本家屋、漆喰なんだよ壁。おお、もう屋根が飛んでしまうんじゃないか。屋根が飛んでしまうんじゃないか。でもね、あのもうそおばあちゃん家の周りがもう全部防風林になって、ああなるほど、雑木林みたいに囲まれてて、海めっちゃ近いね。あ、そういう意味での防風林、どうなんだろう、台風来るからなんじゃない。ああ、でも海の近くは必ずあります。そう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 、そうで俺そんなかな、何、海面から海抜何メートルとかあるじゃん、うん、はい、っていうのは子供の頃意味はあんま分かんなくて、うん、おばあちゃん家はおばあちゃん家からすぐもう歩いてすぐ海に行ける、浜辺に行けるっていうイメージが俺なんかすごいあったから、はい、台風であの高波があったとか津波があったって聞くと、おばあちゃん家大丈夫かなって思ってた。でうちは、山があって山を切り開いた団地だからそれなりにこう高い、ね、そう高さがあるし、で海からもそれ結構距離があるから津波とか来ないだろうなと思ってたんだけど、うん、この間もう本当に1年2年前実家帰った時にその話を車の中でおかんとしたの。なんかそれ昔すごい怖かったんだよね。でももうね、あのおばあちゃんちは浜辺から結構上がってるの、うん、高さ。まあでも僕新潟の海も結構ここの高さがあるんです、ね、があるから全然ね波とか来ないんだ。数十メートルあるからよっぽど。だからこの間のあのこの間っていうの結構なの、 3.11 ぐらいのが来てどうかなぐらい、うん、ぐらい高いんだって。だから全然平気よって言ってて、まあ、そのためのそうそう、その話を聞いてて、おばあちゃんのところは 平地というか普通なの、別に山とかじゃないんだけど、うん、その話をしてて俺 教学だったのは、うちの実家は山の上を切り開いた感じで、海抜はおばあちゃんの方が高いんだって。そうなんだ。そうなんだって。だそっちの方が海抜は高くて一回下がって山になってる、山の途中にあるから、この山自体はおばあちゃん家より高いけど、この要は裾野だから、ここの海抜はおばあちゃん家の方がね、海抜高いらしいんだ。だから心配してたけど、うちの方が低いとかね。大丈夫かなって、大丈夫かなって言ったら、うちの方がそういう意味では危ない。危なかった。確かに気にしたことあんまりないかもしれないな。その土砂崩れとかもさ、あるじゃん、台風だと。で、うちほら、山だから、ああそっちの方が、ね、そう、それもなんかあの気にしたことあるんだけど、なんかなんですか、基本岩が多めらしくて地質的に崩れにくいんだって、
それをしっかり補強してて、そもそも崩れるほどの高さがない。ああ、はあ、はあ。あの勢いがつくほどではない。そう、勢いがつくほどではないというか、うちの山は、東京タワーよりも低いんで、ああ、100メートルほど。なるほど。山なんだけど、東京タワーは333メートル、228メートル。かわいい標高、小ぶりな山です。そうそう、小ぶりな山だから、何横に広いというか。ああ、ああ、ああ、半島だから、ね、そんなにそもそもぐんと上がらないから。なるほど。そうだから、崩れるものじゃないよって言われた。日本の場所によって全然多分違うと思うんだよね。子供の時にさ、あの伊勢湾台風物語って知ってる映画なの。いや、アニメの映画なんだけど、伊勢湾、伊勢湾分かるでしょ。はいはい。伊勢湾のすぐ隣じゃん、愛知県で、で愛知のあそこの内湾は三河湾っていうんだけど、伊勢湾に台風直撃して、で名古屋の辺だから、知多の上の方から名古屋の辺が当時めちゃくちゃ水害と大雨の被害に遭ったっていう大災害があって、もう本当にもう俺とか生まれる前で、それを後世に伝えようってアニメにしたのがあるんです。それを道徳の授業で見たことある、小学校の。ああ、なるほど。それでどっかの感想文書かされたんだけど、そのイメージがあって、で あの辺だからね、真ん中結構当たるんだよ。近畿地方から中部、静岡の左側ぐらいまでが結構台風当たるじゃん。だからあの辺結構ね、やばい。だけどうちの方はね、大丈夫だったね、その時。下の半島は。しかも、あの新潟の方は台風そこまで来ないことが、もう山があるんで、ね、で陸も通ってくるからね、下から。それちゃうことの方が多かったので、確かにあんまり印象薄いな。台風が全然めちゃくちゃ来るの、それ出回ってるんですか、伊勢湾台風出回ってると思う。だから道徳の授業で見て、なんか、ね、社会見学のバスの中でも、バスの中で見せられた。学校とかそういうところに配ってるだけとかじゃなくて、調べたことはないけど、ちょっと調べてみようかな。結構なんか、あの蛍の墓のもっとこうシリアス寄りというか、エンタメ要素がちょっと少ないというか、なんだっていうになるような。うわ、ちょっと軽くは見られないですね。そうそうそう。だから 3.11 のさ、ニュース動画、動画とかニュース映像とか見るじゃん、まあ、普通に大人としてさ、あれを見た時にパッと思い出したの、伊勢湾台風物語。リアルでこういうことが起こるんだろう、気を生まれる前の話だから、これが起きてたんだ、あの辺に。で名古屋の辺低いんだよ、だからあの内湾からのこう津波がバッと中に来やすくて、うちの方は一応こう何こう、こう寄せられて半島ができてるからちょっと高いんだよ。で名古屋の方はこう盆地というかさ、だから名古屋は波が奥まで入っていっちゃって、でなんか被害がでかかった。それはそれはそう、なんかそういうことを思い出したりもする。毎年大きい台風が来ると、伊勢の方大丈夫かな、実家大丈夫かなって、ここはあの今お姉ちゃんが名古屋の国だから大丈夫かなって、甥っ子も含めて心配になりますよね。台風は割とこう子供から、逆にこれ雪はあんまり、まあ、そうそうですよね。雪がさ、これまあこの雪の話だけしたら終わりですよね。雪がさ、まあ北か寒いから北から来るじゃん。で、はい、名古屋の辺は降るのよ。もう岐阜とか名古屋とか、はいはい、であそこら辺スキー場もあるから、あの辺は降るのね、はい、で海ってあったかいじゃん、あの冬場の海の上空って、あ岐阜地に比べたら。でその三河湾で温まって雨雲になってたどり着くのうちもだからね、雪降らないの。なるほど、もう温められた空気で雨しか降らないよ。で天気予報でさ、名古屋が出るじゃん、あ名古屋雪だ、全国天気予報です、名古屋大雪、あ、じゃあうちも雪降るかなって言ったら、うちは雨よ。雨だった。ほとんど積もる。子供的にはちょっとね、そうなんだ、テンション上がらないです。テンション上がらない。俺18で上京したけど、最大積雪多分ね、2センチか3センチ。あ、でも、降りはしたことがない。めちゃくちゃ積もってるじゃんって雪合戦したもん、ね、泥だらけの、ね、雪合戦した。茶色い。そう、憧れの雪だるまは作れなかったし、憧れの鎌倉もまだ作ったことないけど、鎌倉はもう町内で協力しないとできない。それぐらいの量、町内で協力してもできないんじゃないかな。子供用なんとか
たまなんかミニチュアだったら作れるかも。雪だるまがいい。雪だるまがいい。こう雪かきがてらに全部こうよこせって言って集めてる。白い雪だるまこっち関東来てから、あ大雪の時に茶色の、茶色、絶対茶色、泥臭い茶色と芝生が混ざってるやつ巻き込んでるじゃんじゃないとだってもうないのっていう話でした。なるほどね気象の話でございました。はい、皆様お気をつけて、お気をつけてお過ごしくださいありがとうございました。ありがとうございました。最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。またお会いしましょう。